はい、テイルズオブデスティニー実況プレイパート40やっていきたいと思います。オベロン秘密工場攻略の続きですと、宝箱の回収とかしながらね進めていきたいんですけれども、なんかこの部屋何にもないってことある？何にもないってことある？何にもないですね。ないよね。ここ入らなかったですね。ほんとこうしたらさ、戦いメリットないんだよね。なんか増えるし、マジで勘弁しろよお前ら。ワンパターンって嫌だけど、でも一番入るから。パンとフィリアがデバイスマスター、13ポイントだった。ここだ。これ外してエクシートつけてえなー。マインドよりも先にクリティカルここ行っちゃおうかな。数字少ないから、うん、ヒット手前ダイスの方があれか、経験値の入ればいいのか。いや、こうしよう。どうせこれで余ってるしかない。いい、よし。この部屋は何もなかったことにする。あとは階段の上の方。キーコード赤青紫。あー、これさっき下にあったやつ。あ、そういうことか、そういうことか。合計、え、待って、8って、ん、8、9、10とかあった。なんか出ましたね。あのね、ボタンの色でこう数字の組み合わせがあって、それを宝箱のコードはあの、うん、これ多分その先で、うん、負けられない理由がある。レンズの結晶、羽で売れるか。お、シルバーガンドレット。待てよ。うん。EX のも。EX。飲みます。飲みつなんかすげえもったいないんだよ、私けど。で、シルバーガントレット。何ができるの？空が勝利客、弾空剣中に、電連客で発動。もうね、その技の方を覚えちゃってるからいらないね。わざわざそんな組み方しないね。群がってくんな。
ゃんとしたモンスターの方がレンズは手に入りますね。どうだっけ、これが後回しか、これボディ、あ、まだ足んねえじゃん。ブラックローブの、ブラックローブの発生先がカントリードレス。足んない。スターローブ、デビルマスもそう足んねえわ。もう、9だね。集めないと。はいはい。ビール前に倒してえが、あてえなー、多分増えたし、結局あ、ピッチングとかな、こいつにはこれが一番だ。神社を超えた。あれは何だっけ？OK。殴られる。やりましたね。そろそろ新しい魔法とか覚えねえかな。今レベル30いくか。あ、こいつは昇竜レンガ弾から入ればな。フレームシュート打った後だったら何とかやっちゃいけないなと覚えたぞ。多分2段目の飛行機ってレベル40到達したのか。保留だね。これは届かねえな。フードがだんだんなくなってきたぞ。
うん、これなら一応入る。はい、行きますか。わざわざ聞く。なんかあるな。この先なんかあるな。調査を済ませよう。何もなければすぐに脱出する。はい。何もないってことはねえだろ、これ完全に。ここの洞窟のどこかかもしれないから急いで調査しよう。セーブポイントで出てくる敵もちょっと変わった。あ、でもなんか上よりは高いやつとか。いらないレンズがいっぱい。一旦ちゃんと回復しておいてもいいのかな。オベロの波を使いましょう。リライズもしよう。かな、ポリスーツ。いいよね。これはボディスーツに行くんだ。ミスティークロコラボディース、装備の確認です。お、すげえすげえすげえ、いい性能。いきなりドカンってのはないと思うけどね。よっしゃ、行けるとこまで行ってみよう。
エルズレ、もうちょい、えい、後ろの、当たらねえ無益な、あ、でもレンズ多い、ブドウ、あー、じゃあ犬の追い返しよかったな、結構広いぞこっち、なんだ、あ、もう黙ってろ、負けるわけにはいかないぜ、クリアレンズないの、クリアデバイスマスか、これはマスターしようか、マインドつけます、今スペシャルポイント増えてくる人だね、エクシードつけてまだ言う、ずっと言う、あ、ちょ、危ねえ、取り直そうだった、パワーナックル、ナックル1個いらなかったな、アイアンナックル1個手放せばいいのか、そうだね、うん、アイアンナックル2個あるし、これアイアンナックルいるね、でこっちか、どっちだ、僕の方から、顔は物理弱い敵が多いね、それでマジンスワーガンから入ってる今ね、100点取れるから物理攻の連携が通る、通るな、通るな、自爆っぽいのしてきた、ホーリーランスを収録、フードかね、これどっちで進んでんのかな、ブルーレンズもろったけど進んでそうだな、痛い痛い痛い、やりましたね、今一番欲しいのはクリアレンズ、なんだろう、基本的になんか手前側の方に宝箱がある感じだから奥進むんで、このダンジョンは
当たらない。一生懸命打てるけど低すぎて当たらない。ドラッシュレイン、アクレンズはもういい。ブーストオブマテリアル、ビライズでフラッシュ、フラッシュガードで HP が回復。なるほどね、フラッシュマテリアルと組み合わせるとちょっといい感じの装備って感じかな。どっちから行く、どっちから行く、どっちから行く、どっちから行く。いいね。これこの連携にしようかな。まだ CP 持たないけどね。こういうレンガ山は入りやすいんですよ。あー、そっか、途中に宝箱あった場所あったの。ここに向かってる道だと思う。やっぱそういうレンガ山だとビートにならない。うわ、自爆壊せした。どうか、これ勘です。スタープレート。うん、いらねえな。ダブったな、なんか。でも、まあまあ、でもスタープレートはもう、発生そんなにしないから、これ手放していいな。オーバーキル。今湧いたか？敵に対してクリティカルが出るの前提の連携になっちゃったんですね。エクシードつけてー、やれた無理やり。最大値が上がっただけでね、最初じゃ勝てないからね、いろいろ貯めないといけないですよね。ちょっともらえたらしい、ポイントが足んねえだ。これはどっちに行くべきだ。基本手前が宝箱という認識で、上の方の宝箱を取るってなると、やっぱりこっちからなんか下の方はもう気にしなかったな。尻抜けると思ったらこっち狙ってくるんだから。痛い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 。
ゃないか。でしょ、ブラックローブをカントリードレスでいいですね。はい、あ、でもなんかすぐレベルが上がればすぐ取れそうだけどな。あ、でも武器も成長させないと。魔神剣が凄まじいのだろう。負けるわけにはいかないぜ。ツッコミまくりの連携いいな。ここでセーブポイント。ちょっと待って、宝箱が1個あったんだよね。でもあの道間違えたら嫌だから、もう一旦セーブする。いらなかったー。はい、まあ、いいや。ほい、ちょっと待って、ちょっと再生させ直してみて、ドル波に飲みます。はい、じゃあ改めてセーブして。はい、では今回はここまでにさせていただきます。おそらくこの先で、まあ、何かが待っているといったところでしょうか。まあ、このゲームとしてもね、まあ、ある意味、最大の山場って言ってもいいんじゃないかな。はい、そういったところがね、また次回見ることができると思いますんで、次回も楽しみにお願いします。ではテイルズ・ディスニー実況プレイパート40、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てるな。